青コーナーより小川直也選手の入場です。やはりこの曲で入場してくる小川直也、ビジョンには破壊王の姿が浮かび上がる。聞こえてるか、この歓声、あんたの曲、そこまで届いてるか、それとも今、俺のそばにいてくれてんのか。俺たちは間違ってないよな、俺たちが選んだ道は間違ってないよな。プロレス復興を目指しながら、志半ばで天に召された我が同志橋本真也よ、今俺はプロレス代表として日本中が注目するリングに向かう。小川直也の入場です。あれからどれだけ止まっていたんだろう、まさかこんなことになるな。あれからどれだけ二人の距離は離れたんだろう、まさかここで会うなんて。一度は背を向けたはずだった、この道は交わるはずのない道だった。でもこの道はここに続いていた。背負うものは違うのに、追い求めるものは違うのに、どうして同じ場所に向かっているのか。誰が呼んだ、誰が欲した、誰が求めた、それでも彼はこの道を行く。それが約束された道ならば、吉田よ、もう語ることはない。俺の生き様とお前の生き様をここで見せよう。そこで何が生まれるか、その先に何があるのか、それは俺にもわからない。あれから11年と8ヶ月、あの旗が二人を分けたのか。点をついた赤と白、一瞬に塗り分けられた光と影、強い風が吹いていた。青い畳の香りのする強い向かい風が俺に向かって吹きつけていた。今にして思えば、それは人生の一つの欠片に過ぎなかったかもしれない。見えはしない、でもちくちくと心の隙間に入り込む小さな欠片、そんなもんからでも俺は逃げたんじゃない。橋本さん、俺の背中を押してくれ、もう一回だけ俺の背中を押してくれ。風はどっちに吹いてる、どっちでもいいか、あんたが一緒なら一緒に行こう。俺たちの